俺今これ自動がないリフトがこれしかなかったもんね。怖いなと思って今。これいつも悩むんだよな。ツイッターでお世話になってます。吉岡と申します。ありがとうございます。すいません、あれマスコよし、お願いいたします。あ、すいません、ありがとうございます。いやいや、映してないですよ、まだ。出ていいんだったら映しますけど。全然すぐ出ていいですよ。あ、本当ですか。なんか徳ワルドさんすごいね、発信してますもんね。そうですね、今あの YouTube のチャンネルも登録結構やってるんで。そうなんですか。いろいろやらせてもらって。誰、広報の担当、ご担当の方がいらっしゃるんですか。広報います。あー、やっぱそうなんだ。連れてきましょうか。
今後僕もいろいろ出ようかなと思って。そうなんですか、はい、よろしくお願いします。トクワルドさんとつながれたと思って。そうですね、ありがとうございます。よかった。今後ともよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。あのお電話差し上げて、ぜひぜひどうぞ、あのコラボしましょうとか、 お気軽にあるかもしれないんで、もし何かあれば来ますよ。はい、よろしくお願いします。春日井だと新幹線で来るとどこが近いんですか。春日井ですと、まあ、名古屋駅から、来てもらって、そこから、まあ、中央線ですね、JR の中央線っていうので、春日井駅かもしくは高蔵寺駅の方で来てもらえれば、うちの方が迎えに行きます。